はい、それでは今日は最初に、前に習った、藤原氏の摂関政治がその後どのように変化していったかを勉強してみましょう。はい、このように藤原道長やその子の頼通は、自分の娘を天皇の妃にして、そしてその生まれた子供を次の天皇にするという方法でね、権力を握っていったというふうに学習しました。まあだけどこれは娘が天皇の妃になり、さらに男の子を出産するということが前提になっていますね。図には表せませんが、天皇にはたくさんの妃がいますから、他の貴族の娘も、たくさんお嫁さんに来てるわけですね。どこのね妃に子供が生まれるかもわからないしということもあると、非常にね、まあその、ね、生まれた子供頼みの政権ということです。藤原頼通が、御冷泉天皇、これもね御冷泉天皇はまた道長の孫になりますが、そこに娘を、お嫁さんに出しますが、男の子は生まれませんでした。朝廷の方もですね、さすが跡継ぎを天皇の跡継ぎを決めなきゃわからないわけで、ここで新たな天皇が即位することになります。これがね、後三条天皇というんですね。ですね、この、ね、即位は、ね、藤原氏にとっては非常にショックな出来事なんですね。今までの天皇の母親は必ず藤原氏の娘という形だったんですが、今回見るとお母さんは内親王、つまり皇族ということですね。これ藤原氏の血は引いているんですけども、血が薄いんですね。こうして見るとですね、まあ、細かい形図を見れば後三条天皇は道長のひ孫ということになってしまうので、ね、なので、藤原氏との関係は薄いですね。摂政や関白になるのに、まあ、原則外祖父となることが、求められたので、これでは頼通もですね関白をやることが難しいということになりますね。はい、ということで藤原氏と関係が薄い後三条天皇が即位したね。後三条天皇はですね、36歳で即位です。このね道長たちは子供が幼いうちに摂政をやって、天皇が成人したらまた次の新しい子供の天皇を立ててみたいに、自分が摂政として政治を牛耳ることを目的としていました。このように36歳でですね、しっかり大人になった天皇になるとですね、さすがの藤原氏もね、手が出しにくいというわけですね。後三条天皇は36歳まで自分より若い天皇が次々と皇族で藤原氏の後ろ盾で即位していく中で、非常に軽んじられていてですね、まあ、死ぬまで天皇にはなれない人だということで、皆から、あまり大事にされていませんでした。苦労したんですよ、非常にね。貴族たちも後三条天皇が王子の時に仲良くなっても出世に関係ないからといってですね、中には失礼な態度を取ったりとか、あからさまにいじめるような態度を取る、貴族もいたということですね。後三条天皇は偉いのは、自分が天皇になるとですね、藤原氏やその他の自分に失礼な態度を取った貴族に、仕返しをするようなことはなくね、相変わらず藤原氏に関白を頼むぞと任せ、そして自分を邪険にした、貴族も呼んで、能力に応じて自分の政治を手伝ってほしいと、ね、優しく声をかけると、ね、なかなかよくできた人物でした。しかし、信念があります、ね、まずですね、荘園が増えてしまって、公領が少なくなっているわけですから、これを整理しよう、荘園整理令ね、言います。まあ、荘園整理令自体は歴史上たくさん出されてるんですが、これは有名な延久の荘園整理令ということで、不正な荘園を許可しないと、ね、それから政治改革を行うと、ね、これでですね、藤原氏の、まあ、当時は摂政関白をやる家柄ということで摂関家などと呼ばれてましたが、藤原氏の勢力、摂関家の勢力は弱まっていったと、ね。はい、さらにですね、後三条天皇残念ながらは40歳ぐらいで亡くなってしまうんですね。はい、その後を継いだのが白河天皇です。これ絵を見るとあれってね、天皇というよりもなんかもう随分お年寄りになってしまってますね。はい、これがね重要です。覚えてくださいね、新しい言葉かもしれません。白河天皇はなんと、若いうち、まだ元気なうちに位を子供にどんどん譲ってしまいます。でこれが8歳の天皇ということなんですね。なんでこんなことをしたのかな。で引退した天皇は上皇
と呼ばれますね。現在の、天皇陛下のお父さんも上皇様と言われていますね。はい、そしてですね、頭をお坊さんのように丸めるのは当時はこういう習慣はあってですね、極楽に行くにはお坊さんになっておいた方がいいっていうね、髪を剃っておいた方がいいということで、こうなるとですね、上皇であると同時に、仏門にも入ったということで法皇などと呼ばれています。さて、白川天皇がこんなに早く位を譲ったには訳があります、ね、このあ と、天皇の父親として政治を牛耳っていきたいっていう、ね、これを院政と言います。初めての院政が始まった、ね、まあ、院政にはいろいろな、始めた訳とか、それから性質があるんですが、ちょっと見ていきましょうね。今書きましたが、まずね、天皇のうちにも先ほどからあるようにたくさんこう相続争いがあるんですよ。誰が次の天皇になるかとても大事なんですね。そこで白川天皇は自分が若くて力があるうちに自分の子供に天皇を譲ることで自分の子孫が天皇に代々になり続ける、つまり天皇を引退した身分で、天皇の政治を、貢献してですね、次の天皇と自分で決めたいと考えてたという非常に身勝手な理由が一つあります。もう一つ、まあね、今まで母親方、つまり藤原氏の力のところに抑えられてた朝廷をこの父親方の血統、天皇家の血統に取り戻そうというふうに考えれば、そう考えることもできます。それから家柄のいい藤原氏でないと高い位につけないんですので、下級貴族は不満を持っていますし、能力のある人もいっぱいいたんですね。そこでですね、下級貴族を今度院の政治に登用している。それからこうしてですね、天皇家や、それから摂関家、藤原家とね、藤原氏とかね、それから天皇家の中でもいろんな派閥があるので、その中で、いざとなったら自分の意見を押し通すためにちょっとね、武装しておこうと、武士を積極的に使う、ね、それから三条天皇と御三条天皇と大きく違うのは、自分も荘園領主となってですね、私有地を増やしてしまおうという、これは天皇家の領地が減っちゃうことになるんですが、こうやってですね、まあ、抑えてしまおうという、ね、さらに仏教を保護してですね、自社の勢力を保護するということも行いました。こんなのが特徴になっていきます、ね、このあと、有力な上皇は大抵院政をするというのが習慣になってきます、ね、はい、こうやってですね、ちょっとですね、今までは藤原氏と天皇家、そして、前回勉強した、ね、武士が力を持ってくる、そして今度院政という勢力が出てくる、ね、さらにここに出てきた下級貴族の勢力とか、それから、お寺や神社のような勢力、ね、こういうふうにですね、勢力が分かれてきて非常に複雑になってきたというのが院政の時期の特徴になります。さて、お寺はですね、さすがに、仏教で、殺し、ね、人を殺したり生き物を殺すことが、重い罰とされていますから、武士を雇うのはちょっとはばかられるということでね、お坊さんの中から力の強いものを集めて武装してですね、武士を扱っている院だとかですね、摂関家に対抗しようとした、これを僧兵な、こういう人たちが活躍した時期でもありました。さあ、こうやってもう一回言いますね、天皇家の中もいろんな派閥がある、そして院政、武士たち、下級貴族、それから寺社、ね、お寺や神社など、いろんな勢力の権力がこうね、分かれて駆け引きをしたり、時には争ったりする時代になって、非常に不穏な世の中になってきました。はい、そこで、今度は、京都を中心に乱が2回起こる。最初が方言の乱ですね。はい、方言っていうのは元号ですね。まあ、方言はなんかこの平和になってほしいという意味が込められてるんですけど、こんな元号がつくところを見るとよっぽど世の中が不穏だったということが逆に、読めてしまいますよね。須徳上皇、このこと、人は院政はやっていませんが天皇を退きました。そして後白河天皇、さっきのは白河天皇、今度は後白河天皇がですね、まあ、こう政治的に主導権争いをしている天皇家の中で、さらに衰えたとはいえども、まだ力のある藤原氏の中でも、争いがあるというね。左側の藤原頼長という人物は、本当はね、兄貴がいるんですけども、非常に能力のある人ですね、どんどん出世してですね、
政治的な野心をむき出しにしていた。ここでも対立をね煽ってたね。こうやってですね、崇徳上皇と藤原頼長、後白河天皇と、藤原忠通が結びついてこう対立をしてですね、いよいよ武力も必要かなってことね、武士たちも呼び集めるんだ。この一番下にいる人たちは、ね、武士ですよね。はい、この間習った源氏や平氏の武士たちが主に集まってきました。驚くのは、同じ源氏平氏がまとまってどっちかにつくのではなくて、親戚同士で敵同士、親子だとかですね、なんかで敵同士になっている、兄弟で敵同士になっているというのが、特徴です。さて、この時はですね、どんな結果になったかということですね。明日戦いが始まりそうな夜に、軍議をします。崇徳上皇方では、武士ね、武士はまだ身分が低くてね、ほとんど縁側とか外に座ってるんですが、武士の意見を言うとですね、武士がね、早く攻めた方がね、今すぐ攻めた方が、戦いはね、先に仕掛けた方が有利だから、すぐ攻めよう、夜のうちに攻めてしまいましょうなどと言うんですが、貴族たちがですね、いろいろとこう、なんだかんだ言ってですね、もうちょっと味方が集まってから攻めた方がいいとかね、または夜に天皇や、貴族がね戦うのにね、夜に戦うなんてそういうね、みっともないことはできないとか、いろいろ理屈をつけて戦いをこう渋るわけですよ。で、同じ頃後白河天皇方でも同じような話が行われますね。源義朝がですね、戦いは先に仕掛けた方が有利だから今からすぐ攻めようと意見を出すと、貴族たちは、やっぱり同じように、そんな夜なんかに行くことはないと、明日になれば味方も増えるとか言ってなかなか戦いを始めないんですが、まあここには名前はないんですが、藤原新勢という、実はこれが影の、この政治を、後で書き回している人物なんですが、この人がいや、ね、貴族と違って教養はないかもしれないが、戦いは武士の方が優れてるんだと、武士の意見で一個言ってみようということで、この後白河上皇方が夜すぐ攻めるという方の意見を採用してですね、結果的に勝利を収める、ね、いうことになるわけです。武士たちの戦いは、同じ意見を持っていたのに貴族の意見に従った方は負けて、武士の意見を通した方は勝ったということ、ね、はい、元は天皇や貴族の対立であったが、結局勝ち負けを決めたのは武力であったこと、それから、武士の意見を聞いた方が勝ったということ、ね、で、まあ、慈円というね、まあ、当時貴族、今後でお坊さんになりますが、武者のようになりにける、ね、なんだと、天皇が勝ったとか貴族が勝ったとか言ってるけど、実際には武士の世の中になってしまったのではないか、貴族や、ね、天皇の時代はもう過去のものになりつつなるのではないかと嘆いている文章、ね、はい、やがて平治の乱というのがまた起こります、ね、まだ決着がつかなかったんですね。貴族の揉め事も残っていたし、大きかったのはやっぱり清盛と義朝、どっちが武士のリーダーになるかっていう、この辺が、ポイントだですね。はい、ということでこの戦いはですね、やっぱ兵力差が有利だったり、それから行動的にも非常に落ち着いて行動した平清盛方が勝ち、義朝は負けてしまう、ね、源氏と平氏の戦いというのは結構何回もあってですね、この時は源氏の負けで平氏が勝ったということで、発端は貴族の争い、さっき出てきた藤原の新勢だとか、または皇室の争い、派閥争いなんかが元だったんですが、実質これで武士の世の中が本当に来てしまったということになります、ね、はい、そしてですね、勝った平清盛が政権の中枢に上る、ね、このお坊さんになってお経を読んでる方の清盛の方がよく教科書などに載っている有名な絵になりますね。平清盛の政権の特徴、清盛は太政大臣、大臣の中で一番偉い大臣となって政治の実権を握り、平氏の一族も高い地位に上る、娘を天皇の高倉天皇の妃にして、安徳天皇を即位させて、まあ、外戚外祖父となる、ね、から荘園、それから公領の、実際にそこを支配している武士たちを平氏関係者で固めて膨大な利益を得ている、さらに、日宋貿易、ね、貿易をして利益を得ると、これは瀬戸内海で勢力を持っていて、海を使ったね、船や海を使ったことが得意だった平氏ならではということですね。これで非常に強い政権を作った。
ただしやり方が貴族化したりとか高い位を取ったりとかですね、天皇 と親戚関係を結んだりとかが、武士的ではないということで反感を持つ者も多かった。それから貴族たちは結果的に自分がつきたい地位を兵士に取られてしまう、ね、ということになります。清盛が出世した原因は後白河法皇との上皇との結びつきです。さっきの保元の乱では後白河天皇でした。引退して上皇になっていて院政を始めます。で、これとまあね、お互いに心の中ではどう思ったか知りませんが、戦いではいつも一緒にいることが多く、お互いに頼りにしていた、まあ、お互いに利用し合っていた、妥協し合っていたということが言えると思います。こうして妥協しながら院政を行って、ただし清盛が勢力が強くなると後白河上皇はこう反対勢力と密かに結びついたり、結構ずる賢い面を出してくるということなので、この後の、源平の戦いにこれが大きな影響を持つようになっています。はい、こうしてですね、平清盛の政権ができて、武神としての初めての政権ができたと、ね、それが、誕生するには保元の乱と平治の乱というね、2つの乱を切り抜けたということが重要であったし、上皇と結びついていたのも重要だったということです。はい、中学3年生など、京都に修学旅行に行ったら三十三間堂というのを見るかもしれません。いいところですよ、とても落ち着いていてね。この三十三間堂を建てたのは後白河上皇、そして主にここにお金をいっぱい出したのは平の清盛、二人の合作という感じで、もしね機会があったらぜひ見てください。それから海のことを非常に大事にしていた平氏は広島に厳島神社を、まあもともと神社はあったんですが、それを平氏の時代に大きくね拡大してですね、日本有数の神社にもなってね、両方とも世界遺産で、世界からね、観光客の来る有名なね場所になりましたね。機会があったら、見てみたいと思いますね。はい、こうしてですね、武士の政権が誕生したというところで今日の学習は終わりにします。